1988年もいよいよ残すところあと1日。今年もいろいろなことがありました。今日の風は世田谷は、そんな世田谷のこの1年を振り返ってみようと思います。まずは師走の街で皆さんにこの1年の感想から伺ってみましょう。この1年いかがでした？今年就職したんで、それが一番ビッグニュース。はい、いやこれといって良くもなく悪くもなくって感じですね。まあまあ楽しかった。君同じ。まあ雨ばっかり今年はね多かったもんで、もうちょっとこの夏秋晴れてくれるといいなと思ってます。皆さんそれぞれに思い出深いこの1年。世田谷区では今年も区のお知らせやこの風は世田谷を通して、世田谷の重大ニュースを区民の皆さんに選んでもらいました。題して世田谷ビッグニュース88。では早速たくさんの応募の中から選ばれた10の話題をご紹介していきましょう。1988年の2月、世田谷区と姉妹都市のカナダ・マニトバ州のウィニペグ市からウィリアム・ノーリー市長が親善訪問にやってきました。こうした世田谷区の積極的な国際交流について、区民の皆さんは、もっと世界中にね、交流都市を持ちまして、世界にアピールできる世田谷区の都市ですね。日本ってやっぱり島国で、ちょっとすごく見方が狭かったりするところがあるんで、どんどん外国と交流を今まで以上に図って、頑張って私たちの世代なんかも頑張っていきたいと思います。1986年の3月に開館した世田谷美術館では、今年3月から開かれた YS 展が入場者数11万5000人を超す大好評でした。世田谷美術館の館長にお話を聞いてみました。どうもね、びっくりしてるんですよ。ともかくもYS の展覧会はね、そんなに世田谷区民の皆さんがね喜んでくださったっていうことは ものすごく僕は嬉しいですね。まあ言うまでもなく世田谷区立美術館ですからね。だからやっぱり区民の皆さんが喜んでくださる、それから支持してくださると、でそういう状況がこういう結果で現れてきますとね、我々はもうなんかすごく元気が出ちゃってね、よしもっともっと皆さんに喜んでもらおうっていうようなことで頑張ろうっていう気持ちになりますんでね、もう倍数以上の展覧会はうんとね、来年再来年どんどんこう、もう今仕込んでいるということで、大いに期待していただきたいと、喜んでいただけると、自信持って頑張ってます。今年1988年、世田谷区では町づくりについてのさまざまな催しが行われました。その一つが砧公園のすぐ隣にある世田谷清掃工場の煙突の建て替えに際して、区民の皆さんから募集した煙突の色彩デザインコンテスト。ユニークなアイデアが全部で1040点も寄せられました。やっぱり砧公園に行くと煙突の赤と白ですか、あれがちょっと目障りだったので、公園から見ても違和感のないものになればいいなと思ってますけれども、前は赤と白のね、ちょっともうハゲかかってたんで、今度全体的かこう雲の形がね、すごく自然に溶け合ってね、いいと思いますけれども。そしてもう一つ、世田谷の公共トイレについてのアイデアが募集され、6月にその公開実験が行われたことも見逃せない話題の一つです。この公共トイレのアイデア募集は、世田谷区世田谷の公共トイレの建て替えの設計から、新しいシンボルマークのデザインまで、区民の皆さんから広くアイデアを募集したものです。応募された皆さんは356人。そしてその公開実験にも多くの区民が訪れ、公共のトイレについて関心を持っている人が意外なほど多いのには驚かされました。
6月、世田谷区三宿に全国でも初めての障害者通所施設、つくしんぼホームが誕生。養護学校を卒業した、障害を持った方が、通ってきてまして、ここではだいたい生活、日常生活の訓練が基本になってまして、食事とか排泄とか、あとは着替えとか、そういうことをできるだけ自分の力を出して、自分ができる部分を増やせるような関わりを持って、それなおかつここに来ることが本人にとってすごく楽しい喜びの場であるような施設にしたいと思って頑張ってます。新しい朝が来た、希望の朝が、喜びに胸を広げ、大空仰げ、つくしんぼホームで一日頑張ろう。プラネタリウムと中央図書館が人気の世田谷区教育会館がオープンしたのは7月です。教育会館の館長にお話を聞いてみました。来年はですね、プラネタリウムのアストロビジョンなどを使って、天文だけじゃなくて科学もの、例えば宇宙ロケットの発射のありさまなどをですね、投影したいというようなことも考えております。それからまた共同学習室に貴重な共同資料もたくさんありますので、日を限ってですね、区民の方にも見ていただきたい。また中央図書館につきましてはですね、学術書、それから専門書、これは図書館のネットワークの中心でございますのでね、そういうものを充実するとともに、国際化に向けてですね、要所等も揃えておくというふうに努力していきたいと思います。今年度非常に来館者が多かったものですから、なお一層ですね、その区民の期待に応えるようにですね、運営をしていきたいというふうに考えております。二子玉川園駅からほど近い玉川の兵庫島が改修され、兵庫島河川公園として開園したのも7月です。今度は区民の皆さんにお話を伺ってみましょう。犬を連れておりますので、ほとんど毎日ここへ来て犬の散歩に大変いいところになりまして、嬉しいと思ってます。散歩したり、子供たち、石を投げたりして、こう水遊びしたりなんかするんですけれどね、ちょいちょい来てるんですよ。子供が喜ぶんでね、電車乗せて連れてきてるんですけれどね。そしてなんといっても今年はソウルオリンピックの年。世田谷区からも柔道の斉藤仁さんやシンクロナイズドスイミングの小谷美香子さんをはじめ26人の区民が参加。そのうち7人がメダルを獲得しました。小谷さんとかとてもご活躍されてとても光栄だと思いますね、日本人として。はい。そして10月の話題では、お年寄りや障害を持つ人のための在宅サービスを行う世田谷ふれあい公社が世田谷区三軒茶屋に発足しました。この在宅サービスを行うボランティア協力員にお話を聞いてみましょう。私でも役に立つことありますかって最初言ったんですけど、本当に何かこうやってみたいなっていう気持ちで最初は入ったんですけども、来てよかったと思います。世田谷に生きてるっていう気がしますもんね。いや、皆さんやっぱり喜んでますよ。やっぱりほら一人暮らしが多いでしょ。でちょっとしたお仕事でもね、やってくださいますでしょ。だからやっぱりお年寄りはすごく良かったって言ってる方が多いですね。
やっぱ慣れたもんですからね、一つ言うとね、二つか三つぐらい気を利かしてね、やっていただけるんで、まあ、こういう制度があると知らなかったもんですからね、今後も大いに助けてもらいたいと思ってます。世田谷ビッグニュース88、最後の一つは義太夫堀公園民家園のオープンです。義太夫堀公園民家園は江戸から明治にかけての古民家を移築して、昔ながらの世田谷の農村風景を残し体験してもらおうというところ。11月の20日に開園したばかりです。いかがでしたか。今年の世田谷ビッグニュース88、こうして1年を振り返ってみると、それぞれの出来事の中に世田谷の街づくりの姿が見えてくるような気がしませんか。そうですね、やっぱり子供がいますので、子供に良くなる世界って言いますかね、環境も非常に悪くなってますし、そういうことも含めまして、みんなが楽しくできるようにって言いますかね、ちょっと大きいですけど、いうことがあんまり細かいことじゃなくて、皆さんが楽に暮らせるようになったらいいなと思います。はい。